どこの人？どこの人？なんか超人な赤ちゃんいるんだけど。どうしました？どうしました？うわ、救世主！救世主！救世主！見えてる見えてる見えてる！あった！お前それ何年ぶりだよ。はい、ということでね、まあ、今の映像は、まあ、ちょっとスルーしてもらって大丈夫です。あれはさ、何だったの、あの動画。まあまあまあ、あれは後ほど説明するんで、今はまあまあまあスルーと。まあ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 、まあ、はい。で、今日はどういう感じですか。ちょ、見てください、こちら。またね、新しいシューズを今履いておりますということで、まあ、こちらね、デサントさんのシューズなんですけれども、こちら原点 ST というシューズなんですよ。で、まあ、デサントさんといえば、結構前の動画で原点 EL っていうねシューズを紹介したと思うんですけれども、まあ、それはね、詳しくはまあこちらにあるんで、それを見てもらえたらなと思うんですけれども、今日は ST というシューズなんですよ。でデサントさんの原点といえばやっぱりね、薄底なんですよ。まあそうだね、前回のあの原点 EL っていうのも薄底だったよね、はい、薄底なのにカーボンが入ってるっていうようなシューズだった。そうそうそう、うん、まあ原点といえば薄底ということなんですよね。で、まあ、やっぱね、最近ね、厚底とかも結構流行ってますけれども、薄底にもね、めちゃくちゃ魅力があるんですよ。実は薄底の利点としましては、足の筋力を走ることで鍛えることができるというのが利点なんですよ。だからこの、まあ、マラソン練習とかの練習の段階では結構薄底を履いて足を鍛えるのがね、まあ、すごいランナーさんにとってはいいんじゃないかなというふうに、まあ、僕の意見として思ってるんですよ。で、さらにですよ、さらにちょっと伝えたいね方々がいるんですよ。それは中高生の皆さん、この中高生の皆さんにね、ちょっと伝えたいことがありまして、中高生っていうのはやっぱ足の筋力とか、まあ、体がね、あんま出来上がってないんですよ、実は。だから無理に結構厚底を履いてしまうと、やっぱ筋力があんま足りないから、うまく使いこなせないなっていうのが結構僕最近思ってるんですよ。それはさ、うん、結構前の動画でもさ、なんか厚底と薄底を比較みたいななんか動画があったじゃん。そうそうそう、あったね、うん、そこで語ってたことってことだよね。そう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 、だから中高生とかは僕的におすすめしたいのが薄底なんですよね。うん、やっぱり筋力が足りない分、やっぱ体もできてないから、そこの中でもやっぱ薄底を履いて筋力をつけて試合に臨むというのが、いや僕はいいのかなってちょっと最近思ってるんですよ。で、まあ、このねデサントさんの原点というシリーズは日本人向けの足に作られてるんですよ。海外の選手だとさ、フォアフット走法って言ってさ、まあ、つま先からつくみたいな感じのシューズなんですけれども、まあ、原点っていうシリーズは日本人向けに作られてるから、どんな走り方でも、まあ、日本人の走り方に向いてると。まあどんな走り方があるかっていうと、まあ、かかとからつくヒールストライク走法ね、うん、こういうのがあったりとか、まあ、あとはまあ全体でつくようなこのミッドフット走法とかね、まあ、あとさっき紹介したまあ、つま先で走るフォアフット走法、これ全部に結構適してるということなんですよね。で今からね、今3つの走り方を比較して、まあ、ちょっとね解説 していこうかなと思います。では行きましょう。行きましょう。まあ、詳しく説明したいし、はい、ということでね、3つの走り方をね比較していきたいなと思うんですけれども、今僕が、走ってる走法は、ヒールストライク走法といって、かかとからね、ちょっと見てもらったら分かるんですけど、かかとから主につく走り方、まあ、主にこの走り方は日本人ですね、日本人が、まあ、昔の選手とかはみんなヒールストライク走法で走っておりました。でこの原点の、まあ、アンバサダーである富士通の塩尻選手も実はヒールストライク走法ということで、まあ、かかとからね走る日本人向けの走り方でも全然 OK。 で第2個目、ミッドフット走法って言って、まあ、これはねほぼ僕のような走り方に近いんですけど、全体で、地面を捉える感じの走り方です。まあ、この走り方でも全然走りやすいということになりますね。で、最後3つ目、フォアフット走法って最近流行ってるんで、まあ、これ結構大げさに言ってるけど見てください、つま先からついてるということなんですね。この走り方がフォアフット走法ということです。フォアフットは、まあ、結構日本人ではなく海外の選手の走り方なんですけれども、まあフォアフットでも全然いけると思います。
今走ってきました。で最後に、まあ中高生とかね、皆さんは結構やっぱまだ足腰が、まあ、ちょっとあまりまだできてないのかなとちょっと思うので、まあ薄底を履いて結構足腰を作る練習とかをね、していけばすごいいいんじゃないかなってちょっと僕は思いましたね。で、まあ、こちらのシューズなんですけど、原点 ST というシューズは、まあ、練習用で主に使われるシューズで、まあスピード練習とかに結構適したシューズということで、で前ね紹介した原点 EL 実はあるとということで、こちらねレッドの、原点 EL ということで、こちらはまあ、ST よりも全然軽くて、なおかつ試合用というシューズですね。でだから、ロードでも使えるし、トラックでも使えると。トラックはやっぱね、今厚底使えなくなってしまいましたけど、こちらトラックでも使える試合用のシューズということなのでね、まあ、原点シリーズ、まあ、結構いいんじゃないかなと、思いますね。原点いいっすよね、原点。原点に戻りたいと。薄底の原点に戻りたいということは、結構押していきたいですよね。原点ってさ、腹に点っていう漢字書くと思うんだけど、最初のダッシュ、謎のダッシュあったじゃんあれって原点、人間の原点に帰るっていうことで、そうなん赤ちゃんだったってこと。そうなんですよ。つながってんか。やっぱね、最初生まれた時は赤ちゃんです。原点に戻ろうということでね、やっぱ赤ちゃんダッシュあれは大事ですよということでね、最後に中高生におすすめということで、なんとスーパースポーツデビオさんで部活生応援キャンペーンというのをねやってるんですよ。でこちらの原点シリーズがなんと 30% 引きでね購入できるということらしいんですよね。3月31日までやってるみたいなので、まあ、この機会にぜひね足を運んで、試していただきたいなと思います。そして、これから始まるねトラックシーズンに向けて練習を頑張ってもらいたいなと思います。はい、ということで本日は、デサンドさんの原点シリーズの紹介でした。皆さん見てくれてありがとうありがとう。次回もよろしく、バイビー。皆さん見てくれてありがとうありがとう。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。